はい、こんにちは。今回の映画紹介は、刑事物語のパート3ですね。えー、沢口康子さんがまだね、うるき16、7歳の頃ですか、もうデビューしたてっていう頃で、まあ、ショートヘアにね、まあ、セーラー服という入れたちで、えー、五島列島だったかな、うん。こちらの方で撮影をされたみたいなんですけども、当時ね、沢口康子さんと竹田哲也さんの共演が話題を呼びました。竹田哲也さんもね、若いですね。で、当時の、あの、ダメ刑事の見本みたいなね、よりよりの 白の上下セットのジャケットということで、なかなか印象深いものがあります。で、今回の刑事物語なんですけども、特徴はね、三つになると思います。私が見るところね。はい。まず一つ目、ジャッキー・チェンなんですけども、もともとこの刑事物語ってね、 当時流行っていた、あの、香港映画で、ジャッキー・チェンシリーズがあったんですけども、そのジャッキー・チェンのね、時代劇じゃない方、ね、現代版のジャッキー・チェンが刑事をやりながら、いろんな事件に立ち向かっていくっていうところ、そして、まあ、あの、ロマンスもあるんだけども、なかなか恋愛もうまくいかないよっていうところと、熱血刑事なんだけども、それだけに、 グループからね警察組織からちょっとね鼻つまみ者に扱われてあんまり地位が高くないよっていうね、まあ、あの視聴者さんの思いに共感してくれるところが結構多いのかなと思うんですよでそのジャッキー・チェンをねむちゃくちゃ意識したのが刑事物語ということだったんですけどもあの前作とか前々作つまりパート1とパート2ではその辺がね分かりにくかったと思うんですよですんでこの刑事物語3ではジャッキー・チェン色をより濃く出すためにプロジェクト A の時計台から落ちるシーンっていうのがあったでしょ あれをそのままオマージュを冒頭に持ってきてるんですよ。それで CM にも使ってるんですよ。まあ、ですけどいまいち風発だったのかなっていうところはありますね。やっぱりジャッキー・チェーンのやった時計台から落ちるシーンに比べるとちょっとね迫力が欠けていたかなと今でも思うのとあとねあのー ポーンとと落ちたところまあ、実際落ちてないんですけども段ボールからこう駆き上がってくるところからあのひよこが出てくるんですけどもそのひよこをね踏んづけちゃうところがね映ってるんですよ実はね映画の方で見ていただければと思います冒頭のほんと最初の10分ぐらいでその辺の落ちはわかりますんでねで2つ目なんですけども武田鉄矢さんのその特徴 刑事物語の特徴というと、やっぱハンガーヌンチャクって言ってね、これも実は香港映画ジャッキーチェーンを意識してると思いますけども、ジャッキーチェーンって生活の身の回りにあるものを武器にするんですよ。椅子とかね、テーブルとかね、やかんとか鍋とかヘルメットとか、ああいったものを武器にして、あとは屋台のほら、なんか椅子とかをこうやってね、トンファーみたいに使ったりとかするのがコミカルで人気だと思いますけども、高手哲也さんはハンガーですよね。 今ではなかなかなくなっちゃったんですけど昔って木のハンガーをよく使う例があったんですよ。というのが和服を引っ掛けると和服って重いですから今のねプラスチックとかの素材じゃ折れてしまうんですよ。ですんで昔は木のハンガーが主だったんですけどその木のハンガーがね丈夫でね くるくる振り回して頭にポーンってやると痛いんですよ。で、それを上手に使って悪いやつと戦うときにハンガーでヒューヒュってね、ヌンチャクでっ戦ってるところが当時のね、子供たちもすごく受けたんじゃないかなと。そうですね。家庭にあるもので何か格闘技をやろうと思ったら、あの、電気があるでしょ天井から下がってる電気。その紐に向かってシャドーボクシングをするのと、あとはハンガーヌンチャクをね、武田さんは真似でやるっていうのが流行ったんじゃないかなと思いますけども、そのハンガーヌンチャクですね。ところがね、 『刑事物語』のパート3ではパート1パート2で使っていたハンガーヌンチャクからちょっと発展させてこの輪っかみたいなのを使い出すんですよこれが実はね良くなかった <laughs> やっぱりもうなんとかの一つ覚えじゃないんですけども武田鉄矢さんの刑事物語といえば大事なところでハンガーヌンチャクなんですよそれをですねいろんなものを使おうとしたところあんまりちょっとね受けなかったんじゃないかなと私は思うんですけどねですんで、す今回刑事物語3では ハンガーヌンチャクの代わりに何を使い出して外したのかっていうところを見ていただければと思います。えー、そして、特徴の3つ目は男は辛いよでございます。あの、基本的に刑事物語って人情物なんですよ。人ーと来て、なんか心があったかくなったり、切なくなったり、涙を誘うんですよね。特にこの昭和の時代を生きた、まあ、男性たちには、ものすごくね、真に迫るものがある。それを盛り込んでいるのが、この刑事物語なんですけども、この男は辛いよってどういうことかっていうとね、あの、男は辛いよも、 人情の中に喜劇があるみたいなね笑いがあるみたいなところがあるんですけどもそれをね上手に取り入れたのがこの「刑事物語」パート3のラストシーンなんですよ。ここはちょっとネタバレになったんで、えー、ちょっと言いませんけどもほろりと苦しんでねどっかあの泣ききれないでも涙を流しながらもちょっと心に笑いがあって笑いながらもまた涙が出るみたいなこのね喜劇と悲劇の中間をねグッといくのが男はつらいのエッセンスだと思いますけども今回これがねうまいこと。 ラストシーンで入っていていなんかね次の作品も見たいいなーっていう気持ちにさせるんですよねまあそこでラストシーンでは大事なキーパーソンがみんな出てくる3人とも出てくるっていうところがねまた面白いなその3人がクッとね分かれていくところがあやっぱりこれからの片山はじめというこの主人公武田鉄矢さん扮する片山はじめの次回作を期待させる次はどこの町に流れていくんだろうかみたいなところですね。 実際刑事さんが日本全国をね左遷されていくってことはないらしくって管轄のところしか行けないらしいんですけどもでもそういうのを抜きにしてね武田鉄矢さんが全国津々浦々いろんな町やいろんな集落をね舞台にして戦うところはまさに男はつらいよっていうところだったんじゃないかなと思いますちなみにこの刑事物語の現代文とも言えるのが「任教ヘルパー」っていう作品なんですよね人狂ヘルパーはよいしょ ここののになりますけども人気ヘルパーねこれのおー映画版があるんですよで映画版っていうのは実は人気ヘルパーの舞台をちょっと変えて別の町に流れ着いた草薙、えー、剛さんがねそこで起こす香川照之さんとのエピソードになってましてそういうふうにして元任侠であり元ヘルパーだった草薙剛さん翼彦一さんが日本全国を旅しながらね、えー、現場のいろんな不具合をお喜劇い 悲劇とも言えるような中でねいろいろと解決していくのかなっていうふうにまあ見ていたんですけどもちょっと続編ができなくなっちゃったということで、ね、残念ながら、あのー、その辺の私の期待っていうのはなくなっちゃったわけなんですけどもまあでもね、あのー、いい作品っていうのは後世までに残ってこうやって DVD に残ってね若いでしょ武田鉄矢さん。 今ではね、かなりのご高齢になっちゃってあの金八先生という武田先生さんの代名詞もだんだん印象が薄れてきたところだったのかなと思いますけどもこのように武田鉄矢さん金八先生だけではなく、えー、片山はじめさんというね非常にあの人間味のある役をねやっぱやっていたということで是非ね金八先生好きだった方は見ていただきたいかなと思います、えー、それでは今回は刑事物語の3潮斎、えー、の歌を紹介させてもらいましたいってらっしゃい